おだしおさむは、戦国時代から安土桃山時代にかけての日立の武将、戦国大名。おだ城を何度も落城させた名族大名と揶揄されることもある。本生は、藤原氏。家系は、宇都宮市の一門、八田地下を外する関東の名族おだしで、関東八館の一つ。日立の大名をおだし十五代にして、おだし最後の当主。 後に出家して、天案を申す。織田聖寺の子。織田雄二、織田森寺の父。室町幕府第十二代将軍、足利義春の重帝にあたる。娘に、結城秀康の側室がいる。日立の佐竹義明、吉重府子や下佐の結城正勝、春友府子、越後の上杉謙信と戦い、相模の北条氏康、氏正治政伏と手を結んで、 不そ代々の地の防衛に努めた。三十年以上にも及ぶ本城、小田城争奪戦など度重なる合戦で、しばしば勝利を収めるも、上杉氏や北条氏の援助が弱まり孤立すると、佐竹氏の激しい攻撃にさらされた。晩年は、豊臣秀吉に所領を没収され、大名小田氏は消滅したが、後に、結城秀康に仕えた。父、政治が、 天文17年7月22日に56歳で死去し、小田氏の家督を相続した。政治の代で、小田氏は川越屋戦で、関東官令化見すぎ、小学坊を足利連合軍に味方して敗れ、北条、佐竹両氏の拡大により小田氏の勢いに、陰れが見え始めていた。家督を継いだばかりの市地にとって、最大の敵は、下佐の有機城主。 結城正勝であった。同年、小田氏配下の真壁城主、真壁久美樹が結城正勝の家臣、水谷治持ちにより結城方へ寝返ったことで小田氏の力がそがれる。8月、正勝は下妻城主、田谷政権を降伏させ再び配下とし、支配体制を強化した。さらに、相模の宝宇氏康と信仰を持って助力を得ることに成功した。 工事元年、小田氏治は、日立太田城主、佐竹義明と共に出兵し、相模の北条宇康安と通じた、結城正勝を攻めた。翌、工事2年2月4月5日、結城正勝は、北条宇康安から援軍として、武蔵の岩月城主、大田助正と江戸城主、遠山綱影を授けられ、小田領へ侵入した。はこれを迎えうつも島の戦いで敗れ、 エビが島城だけでなく巨城、小田城も奪われ、土浦城に入る。しかし、日立進出を目指す北条氏康安は、日立北部の佐竹義明に対抗するためし治むと、和解。8月24日、父は、北条氏の助力を得られなくなった、有機勢を追い払い、小田城へ戻っている。工事三年二月下旬、佐竹義明は、下妻城主、高谷政慶と共に、小竹家臣。 平塚時政が立てこもる海老が島城を攻撃した。3月、七は、下津馬城攻撃に向かったが、田谷政権の救援に駆けつけた佐竹義明に、黒子の戦いで敗北し、土浦城へ逃れた。A62 年4月、七の家臣で、土浦城主、菅谷正貞は、小田城を奪回した。A62 年8月、宿敵、結城正勝は56歳で没し。 その小明朝は塔を患って気球であったため、9月に、父は、この木に乗じて、有機城に押し寄せた。しかし、当時下屋の小山高朝が、有機城に在城しており有機市、小山氏が協力して防戦した上、鬼真壁と恐れられる、有機帆の真壁しみきに阻まれ敗退を余儀なくされた。父は、逆襲にあい、9月に、北条城を、有機氏に奪われ、エビヶ島城も、佐竹、 賀谷連合軍に攻められ上昇、平塚時政が内地にして落城した。永禄三年、越後の上杉謙信が、北条氏康に敵対する関東諸将からの要請に、答え、初めて、北条討伐のため自ら関東へ出陣した。市地を含むほとんどの関東諸将は、上杉謙信に従ったが、結城正勝亡き後の結城氏当主。 結城春友は引き続き北条氏康と結んでいた。A64 年に1月、七は佐竹義明、小山秀綱と共に七千の軍勢で結城城を攻撃した。結城氏の有力家臣、高谷政権が流反するなど結城春友は孤立、結城城は未城を残すのみとなって降伏した。A64 年、越後の上杉謙信が北条氏康を討伐するため、 関東諸将を率いて、小田原城を攻撃した。七も小田原城攻撃に参陣したが、小田原城陥落には至らず、謙信は越後へ帰国した。同年、七は、エビが島城奪回のためシシ入道に攻撃させた。翌、A65 年6月、上杉謙信と敵対する、北条氏康の誘いに乗り、上杉方から北条法へ離反した。 その頃し、おは、日立中部に勢力を張る府中上主大城貞国と敵対しており、大城貞国は演石である、佐竹義明の支援を受けていた。A66 年2月、再び、関東出兵した、上杉謙信に合流するため小山方面へ出陣した、佐竹義明の留守をつき、三村の戦いで、大城帝国を破る。さらに、 下津家の那須助種や結城春友とも,とも愛を演することを訳し、佐竹義明に対抗した。A67 年4月、佐竹義明、宇都宮広綱、真壁市三木が連勝して、七の敗信を上杉謙信に訴えたため、七は上杉軍の攻撃にさらされる。謙信は八万出馬すべしと、返勝するや直ちに陣ぶれして27日には小田漁に進行。 七は謙信が足を速めてこれほど、早く攻め寄せるとは、思いもよらず油断しており驚きも大きく、兵も急遽集めたため三千余のみであった。二十八日、七率いる小田軍は出て、上杉軍を迎え撃つも、三能堂の戦いで大敗を喫し、小田城は落城。七は、藤沢城へ逃れた。翌、永6八年十二月、佐竹義明死後の混乱をついて、 織田城を守る佐竹義門を追い、本拠の奪還に成功。しかしよく、A69 年2月には、上杉謙信の再度の出兵に遭い、再び、織田城から敗走した。A610 年5月、父は、甲斐の武田信玄に、佐竹義重を撃つための援助を求めている。A61 年には、結城春友を通じて、謙信に降伏を申し出、 織田城の城壁を修復しないという条件で認められ、織田城を回復した。このように何度追われても、領内では人望があり、地元民の協力を得つつ、土浦城の菅谷勝貞、聖帝、の政の菅谷はじめもんや、その高診断に支えられながら、その後何度も織田城を奪い返した。a 十二年五月、お田城に攻め寄せた佐竹義重に対し、七は城を出て、 野戦を行い、佐竹勢に、多大の損害を与えて撃退した。11月には、佐竹氏家臣となった、大田助政の片の城を攻撃したが、真壁しみきの反撃に相敗退した。元気元年8月、父の代からの宿敵、結城春友が、賀谷茂常を先方にして、小田城へ侵入してきた。小田勢は兵力に劣っていたが、父は、菅谷正貞を援軍に派遣し、 野衆により、平塚原の戦いで大勝を収めた。同年、佐竹義重の家臣、田谷政成によって、矢田部城が攻め落とされた。元気四年元旦の明け方、大田助政は、佐竹軍を率いて、秘策を持って、小田城を襲撃した。小田城内では、前日の大晦日に、連ガ会が行われており、油断していた、市は、 織田城から敗走した。この戦いでは、家臣の北条志向が、佐竹方に寝返っていた。七は直ちに、織田城奪還を試み、五千五百の兵を率いて、佐竹軍を破り織田城を奪還した。二月、吉重は、下妻城主田谷茂常に織田方の大島城を攻めようとさせ、城主平塚壮を守るは打ち死にしたが、七はその月のうちに野衆で、 大島城を奪還している。しかし手社坂の戦いで、吉重家、大田助政に敗れて、巨城の小田城を再び失い、土浦城へ、敗走、さらに、藤沢城に逃れた。なお、手社坂の戦いは、大永慶軍機、大高府、種新軍機では、永六十二年となっているが、常元不略、桃源軍機、新編日立軍士、上陽四千機では、 天正元年となっている。手者坂の戦いの後、七が小田城を奪還した記録がないため、永禄十二年説は天正元年説を混同した疑いがある。大田助政は小田城に入り、この梶原渓谷と北条を治む高に藤沢城攻略の軍勢を与えたのに対し、小田勢はこれを迎え撃ち取り出台の戦いで激戦となった。小田勢は初戦で敗れるも、 今度は、七自ら出馬して、佐竹勢を打ち破り、梶原渓谷、宝を治む高は、小田城へ逃げ帰った。天正元年4月には、佐竹勢が再び、藤沢城に押し寄せたが、七は再び自ら出馬し、田戸部川の戦いで佐竹方の梶原渓谷、宝城治む高、真壁久しみきを退けた。また、七が、 佐竹勢との戦いに暴殺されていた時期、佐竹、勇気法の田谷政権が、小田氏の家臣、豊田治親の守る豊田城の攻略を試みた。父親の旧法に接した、父は援軍を派遣し金村台の戦いで勝利を、治め、田谷勢は引き返した。また、天正元年、父は、北条氏との名役を成立させた。父治と佐竹氏との和睦の動きも見られ、 外部の大名権力に頼ることなく、独自に地域紛争の解決に当たっていたことがわかる。しかし7月に、シシクラ城が8月には、戸崎城が吉重によって奪われた。父は、防御の弱い藤沢城から土浦城に移って、佐竹勢に備えた。この時、首名に従わなかった土浦城主、篠田泉守を中殺している。9月、小田方の藤沢、 土浦領城は、佐竹勢の攻撃を受ける。藤沢城には、大田助政、梶原渓谷不死が、土浦城には、北条治高と、真壁久美樹が押し寄せた。領城の城兵は、城から撃って出て、これを破った。七はこの領土の勝利に喜び、小田城奪回を目指した。小田勢は、君島側の戦いで、佐竹勢を破り、小田城、 北条城に迫ったが、佐竹の援軍が駆けつけたため小田城奪回は、ならなかった。11月、佐竹方は、逆襲に転じ、大田助政、梶原渓谷、北条城治高、真壁市三ら2000余の佐竹勢が押し寄せ、藤沢城は落城した。小田城に続いて、藤沢城も落城すると、佐竹勢の次の標的は、土浦城となった。土浦城はその頃、 北は、馬も踏み込めぬぬ町で、西には大川があり、南は、海という、攻めがたい要害であった、桃源軍旗。天正元年12月、佐竹勢は、土浦城へ殺到し、大手には、ぬかたの、梶原が、絡めてには、北条、新壁が攻撃した。しかし、小田勢が奮戦したため、佐竹勢は、攻めや軍で遠巻に城を囲んだ。開けて、 天正2年1月、佐竹義重は車拡中を対象とする小爪を派遣した。七の着し、森寺は大手門を開いて兵三百を従え敵陣に切り込むなど勇ましく戦った。しかし兵力差が大きいため劣勢を挽回するのは難しく降参する小田兵が増えた。2月、七は夜密かに脱出し、 土浦城はついに落城した。土浦城が落城した際、多くの小竹武将が内地にまたは、佐竹氏に降伏し、その後、佐竹義重に攻められた行方城も落城するなど、市は著しく劣勢となった。しかし必ずしも徹底的な打撃ではなく、市は再起する力を温存していた。小田市の所長市、有事はその頃相模の北条氏政に仕えていたが、氏政に、 父を援助するよう仕切りに依頼していた。天正二年十一月、佐竹義重は、柳田聖介が牢城する下宇佐関屋土壌を、救援するため出陣したが、北条を宇治政、宇治テル兄弟二万の軍勢や増水した利根川に、阻まれ、引きのかざるを得なかった。この時宇治政は、有事の要請に応えて、北条志望に土浦城を攻めさせ、佐竹に降っていた上昇、 菅谷正貞は元より義を守り、志を七に通じていたため戦わずして、北条氏に降り、土浦城を奪回した。天正五年、北条氏政は軍を送って、梶原正影の守る小田城を攻めたが、佐竹の小爪が講演したため退いている。七は、北条氏の出兵による佐竹氏の混乱の中で再起を、図り、千葉市、相馬市、江戸市の援軍も得て、 手ご丸城を奪い返し、これに入城した。七は、木田余る城には、飯塚美の守る、土浦城には、菅谷正定、海老ヶ島城には、平塚屋郎に守らせ、小田家軍師、阿毛玄鉄には策略を持って、大田助政、梶原正影不死と、白をたり、小張、手、車山で戦わせた。七は再び湿地を回復し、佐竹義重に対抗した。 天正六年七月、木田丸城は、梶原正影によって攻め落とされ、七は、菅谷則政に奪回させた。しかし再び、佐竹勢に取り返されている。天正八年八月、北条氏政は、弟の北条氏てる、氏国に三千騎で、日立へ攻め込ませ、七の家臣はこれを案内して、佐竹氏に奪われていた、矢田部城を落城させた。 しかしその後、田谷や常によって奪い返されている。織田氏はもはや、北条氏の援助なしに、佐竹氏に対抗できなくなっていたが、織田氏の家臣団は武勇に優れており、佐竹氏も織田氏を滅ぼすことができなかった。天正八年初頭から天正十年までの間に、出家して、法名を天安と称した。天正十一年二月十三日、佐竹軍の攻勢の前に、 土浦城にいた、七は孫、金久し丸を人質に差し出して降伏したとする、資料がある。しかし他の資料には、この記述がなく、これを疑問視する論評もある。またこの殺しっけし、天安と合している五月説あり。天正十三年、七は、藤沢城を佐竹方から脱回し、翌、天正十四年の春、結城市から独立し佐竹方となった下妻城主。 タガヤ・茂常に小針城を落とされ、足高城も攻められるが撃退している。天正16年9月下旬には、佐竹・義重が3千余期を従い攻め寄せ、戦機を引いて出陣した、七は、手ご丸の戦いで敗れ、手ご丸城へ逃れた。11月、佐竹方の真部市見に、藤沢城を攻められている。天正18年1月29日、 先祖伝来の故地、小田城奪回に執念を燃やす、父は、兵を率いて、小田城外の日の口に陣した。これに対し佐竹方は、城から、梶原渓谷、助種兄弟らが出て迎え撃った。小田方は優勢に戦いを進め小田城に迫り、城類を乗り越えようとしたため佐竹勢は、大混乱となり、この時藤治治は正気を見た。しかし、救を受けた梶原兄弟の父、 大田助政は、片野城から、急ぎ駆けつけたため、戦いは、激しさを増し、織田勢の損害も大きくなった。それでも織田勢は優勢で敵の死休を多く上げ、佐竹勢は城内へ逃げ込んだものの、織田城奪回はならなかった。父はそのまま手ごる城へ帰還している。父は、相模の北条宇政に救援を求めたが、豊臣秀吉の攻撃にさらされた北条を死に、 その余裕はなかった。2月には、徳川家康が、小田原征伐の先方として進軍していた。さらに不幸なことに、この小田原征伐に際し、小田原攻めの秀吉軍に参陣せず、豊臣方の佐竹氏に反旗を翻し、小田城奪還の兵を起こしたことを理由に所領をすべて、没収され、大名としての小田氏はここに滅亡した。秀吉の直進となることを願うが、 叶なわなかった。天正19年8月10日、父は、欧州巡察に向かった秀吉を追って、合図へ行き、朝の長政を通じてその罪を射した。秀吉はこれを許し、結城秀康の客分として300国を与えられた。結城秀康の天保に従い、着南森寺と共に、越前浅場に移った。同時期に、所長死有事も結城家に仕えている。 慶長六年うるー十一月十三日に死去した。去年六十八、もしくは七十一。法名は、南高香る天衣より大古寺の地に鈴木院伝、南高香る大古寺。遺体は、一旦越前国の永平寺に葬られたが、後に、日立国の新前高寺に改装された。文政十二年十一月十三日に、高岡法雲寺において、 七の二百年期が執り行われた。ありがとうございます。